い、じゃあ当院局親番25,000点持ちで最速テンパイを組む手順を勉強するということで M リーグルールでお願いします。はい、お願いします。あ、ドラもうめっちゃ勝負手です。めっちゃ良い。何これ。泣けないけんね。泣ければ簡単な手なんですけど、はい、まあ、面前で進める手ということで単位をドラさん、はい、どっからや、そっからでいいか、こっちからいい、はい、はい、一応そうですね、ペイからで、はい、はい、まあ地合からいきましょう、はい、まっすぐ、まっすぐ、うーわ、9はうーん、どうなんでしょうね、今今も一応数万浮いてると考えると効率的には死んでるので、はい、ヤンマが入った時もまあね、ヤンマ入っても今切りするもんな、うん、まあ今でいいんじゃないですかね、うん、9万は一応マンズの上が生きるんで、はい、はい、そう、いらないけど9万の方が、9万ですね、そう、うーん、リャンソー、はい、リャンソーですね、パンピン、うーん、これはこれは何切りますか、チーピン、そうですね、チーピンですね、うん、単純にコリス杯で一応選択としては数万とかもあるんですけど、はい、それはちょっと強い形になるんで、うん、リャンマン、ウーマン、サブローマンでリャンメンと断面ターツと一面になるんで、はい、その数万は持っておきたいですね。三品も同様に、うん、まあ、三品もまあそうですね、うん、三品とか引くと、うんうん、見て四面茶の形になりますね、うん、一数品、両品、三品、最終形になるんで、はい、引っ張りたいですね、はい、はい、言った通りの形、はい、これこれで何切りますか、3ピン、まあ3ピンですね、はい、一応これ両ピンがドラなんで、はい、3ピンなんですけど、はい、両ピンがドラじゃない場合は3ピン、両ピンになりますね。なんでか分かりますか、頭、メンツで、いいじゃん、単純にあれです、まあどっちも受け入れも何も変わんないですけど、はい、ピンフがつかどうかですね、ローソーパスと入った時に単純にピンフになりますね、確かに、はい、はい、そう、これはいらん、あ、もう泣いて、そうですね、では受け入れは一緒ですね、ウソ、そのウソを切るのと急走を切るの、はい、急走を切るとパッソを損するんですけど、うんうん、ウソを切るとウソを頭縦と両ピン縦の4枚、うん、どっちも受け入れは変わらないですね、はい、なので単野を効率で急走、はい、これはしょうがないですね、はい、じゃあパスです、はい、ここでどうですか、あ、まあこれ難しい、この今回の話だと難しい話になるんですけど、はい、もちろんこれも、ん、これはこれも受け入れ変わらないですね、さっきと同じで、うんうん、スーソーローソーリャンワンウーマン、ウーマンでテンパイ、はい、で三蔵がシャスを切っても、はい、まあ大体受け入れの枚数は一緒と、はい、でどっちが実際いいのかって話なんですけど、うんうん、これって、はい、ウーソを切るとポンが効かないですよね、はい、あー、はい、チーしかテンパイの、まあ、チーか持ってくるかしかできない形なんですけど、うんうんうん、ポンってどっからでも泣けるから強いんですよ、受け、ウーソーとニャンピンが、はい、なんでこれはまあ三蔵かティーソーかなという、まあ受け入れは変わんないんで、はい、細かい話でどっちもいいんですけど、はい、うん、僕はティーソーとかケイソーですね、はい、あ、987、はい、ミスった感じになりましたけど、はい、まあ、これはどの道テンパイになってないんで OK、はい、うん、
おお、よかった。そうですね。リーチします。タイヤを1234、リーチで1万8000確定と。まあ、これ手代わりでね、ジャンピンとか数万とか持ってくると、3個まで作いて、まあ、ダマでも打点十分なんで、実際はまあ、ダマ寄りになるのかなと思いますけど、リーチでも、はい、いいと思います。